テレ朝動画。こんにちは、ハイキングウォーキング松田です。毎回ゲストが料理をオーダーして気持ちが潤う一品を作っていきます。さあ、ということで今回のゲストは日本人のこの方です。どうぞ。どうもマーテンロのアントニーです。アントニー来たね。どうも。でけえや、はい、アントニーちょっとよろしくお願いしますよ。お願いします。英語喋れないんだもんね。いや、もう全くですね。英検落ちてますからね。英検ちなみに何級落ちたんですか？5級。5級落ちてたの、はい、すごいな。受験者の 85% 受かるらしいんですけど、はい、それでも落ちてしまったという。そうなんですよ。それぐらい英語が苦手。はい。で、日本人 で、 そうなんです。お父さんがお寿司屋さん。はい。この前の前かな、はい、ゆきおちゃん来て。え、はい、ちょっと、はい、僕より先にゆきおちゃん呼んでるんですか？ちょっとごめんね、うん、そうさせてもらったわ。いや、けしからないですよ、それは。けしからないってなんだよ。けしからないですよ。どんな言葉だそれ。っていうかね、さっきからこれ持ってるのが気になるよ、はい、何これ。いや、だってこれ何でも料理を、うん、オーダーすれば作ってくれるとお聞きしたので、うん、ちょっとこちらを、うん、え、新じゃがじゃないですか。持ち込み、これ持ち込みですごいね、はい、新じゃが何、どうしたの新じゃが。いや、もうちょっとたくさんね、いただいちゃって、うん、もう余っちゃったんで、ちょっとこれで何か余ったの持ってくんじゃないよ、お裾分けね。お裾分けで、はい、分かりました。新じゃがで、はい。じゃがいも好きなの？いや、じゃがいも大好きです。もうアイダホさんより北海道産の日本人だね。日本人、もちろん。さあ、ということで今回はですね、旬の新じゃがを使った料理を作っていきます。よし。さあ、というわけでまずはこれね、喉を潤してください。 ありがとうございます。これは、うん、梅酒。うわー、ブラボー出た、ブラボー。ゆきおちゃんも同じようなこと言ってたぞ。だから7割ボケかぶってるんですよ。こっからかぶりまくるよ。うわ、難しい。その辺ね、急に難しいですね。まあまあ、でも全然、はい、今日はもう楽しんで帰る。それだけでいいですからね。お願いします、はい、今日はですね、はい、鶏肉と新じゃがのキャセロール、これを作りたいと思います。キャセロール。鍋で肉とか野菜を調味料を使って煮込むこと、はいはい、その料理のことをキャセロール。キャセロールって言うんですか？はい、そうなんですか？いや、煮込みでいいよ。あ、煮込み、うん、あー、もうそっちの方が響きますね。肉と野菜の煮込み。あ、今日はそれに梅のみを入れて爽やかに仕上げようかな。おお。じゃあそれを作っていきますので、はい、お楽しみということで、お、はい、早速作っていきましょう。ちょっとね、はい、材料から紹介していきましょう。はい、はい、まず鶏もも肉。うわー、いいっすね。このまま行きたいですね。ダメですよ、ちゃんと調理しないと、はい、いや、ボブサップとか僕とかもこのまま行きます。いやいや、ダメです、ボブサップとダメです。生はダメですからね、はい、調理していきます。そして、はい、先ほどいただいた新じゃが、はい、玉ねぎ、はい、はい、梅の実、梅の実、はい、梅酒、おお、オリーブオイル、水、水、塩麹。あ、塩麹、ね、体にいいんですよね。お、知ってる。知ってますよ。結構何にでも使えるんですよね。そうそうそう、肉がね、はい、柔らかくなったりしますから、はいはい、そしてこちら塩、はい、胡椒、はい、でブーケガルニ。ブーケガルニ、そう、臭みを消したり、はい、あと、まあ、風味をつけたりする。本当は、はい、こういうブーケ、まあ、束ねてある。ああ、本当にあの結婚式で投げるやつの。そうそうそう、ちょっと違うんだけど、はい、いろんなハーブをこう束ねてる。へー、ブーケガルニっていうね。ブーケガルニ、臭みを消したり風味をつけると。それがパックになってるんですか？そう、これはね、スーパーでこういう形で売ってるんで、はい、使いやすい、便利なこと。これを使っていきます。今日は、はい、さあ、じゃあまずね、玉ねぎを切っていきます、はい、玉ねぎを薄切りにしますね。ほー、まあ、ヘタを取りましょう。手際めっちゃいいんすね。いや、玉ねぎは繊維に逆らって切る、甘みが出るし、さらに炒めるのが早いと。へー、いうことなんですね。繊維に沿って切ると、はい、シャキシャキ感が出るからサラダにいいということですね。ほう、はい、はい、じゃあ玉ねぎを炒めていきます。はい、玉ねぎはね、このキャセロールで炒めていきます。あ、これはキャセロール。そう、キャセロールね、はい、出てきたね、ようやく出てきました。はい、オリーブオイルで適量。あ、いいっすね、オリーブオイル、うん、ちょっと崩しながら。もこみちの次に好きですもこみちさんもやっぱ相当好きだけどね。はい、はい、ちなみに、はい、料理とかするの？いや、僕料理自分では全くしないですね。そっか、玉ねぎをこう飴色まで炒めるとかやるとも分かんないでしょ。あ、まあ、なんとなく。あ、それはなんとなく分かんない、はい、あ、そしたら、うん、飴色って何色だよっていうのはありますけど飴色は飴色だよって感じなんだけど、
30分弱火で炒めるとこんな感じに、はいはい、甘いいい香りがしてきてます。そうでしょう、はい、これを使うということで、はい、さあじゃあこの鶏もも肉を下処理していきます。キッチンバサミで、はいはいはい、これでこういう余分なね、はい、油ところを切ってください。脂肪いっぱいついてそうだね。そうですね、だいぶついてますね、うんうん、でもまさかこれが魚で作られた脂肪だとはみんな思ってない思ってない。魚なんだ。やっぱお寿司を結構もう小さい頃からずっと食べてるんで、うん、お寿司は好きですか。寿司大好きだよ。すごい。うわ、うん、何が一番好きですか。ネタはアナゴが好きなんだね。あ、江戸前ですね。うん、江戸前分かってますね。やっぱりね、はい、まあ、行ったらねやっぱアナゴ頼んじゃうね、いきなりね。あ、でもいきなりはちょっと違いますねやっぱちょっとそれはやっぱお寿司頼み方ありますからあるんだっけ。やっぱ白身とか味の薄いもんから光り物から行って、うん、最後の方にアナゴとかトロ行くっていう。あ、なるほど。味の濃いというかそういうね、はい、の後に行くっていう、はい、あ、そうなんだ。だからちょっと最初にアナゴはちょっと初心者すぎるはい。俺誰に言われてんだろうこれをね、4等分にちょっと切ります。こういう仕事だけしたいな食べる仕事、はい、いやいや、食べる仕事なんていっぱいあるじゃない。でもいやでも最近番組とかあるでしょ。ちょこちょこ、うん、そのいただくんですけど、うん、辛い食べる感じ。あ、大食いね、大食い系ね、はい、適量美味しくいただくなんてもう一番幸せですよ、はいはい、さあそしたらこれに塩と胡椒パラパラパラ下味、下味をね。もう美味しそうまだだよ。そうか、もう肉に塩とか胡椒がかかるだけでもうそうなっちゃうんだ。そうですね。これで焼いていきます。はい、オリーブオイル、オリーブオイル。うわ、いい音か。この音だけちょっと iPod に入れたいなこれ聞いてどうすんだよ。いや、もう幸せな気持ちになりますね。いつ聞くんだよこれ。これほら、うわあ、こんがりいっちゃってるよね。ブラボー。出た、ゆきおちゃんと一緒のやつ。いや、やっぱ出ちゃうあのひっくり返したら中火で焼いていくということで、はい、そうですね、最初強火だったの、ね、そう、最初強火でジュッとね、こう焦げ目をつけて。うわあ、いいな。あとは中火でね、じっくりと。さあ、焼けました。うわあ、さあ、肉が焼けたので煮込んでいきましょう。はい、というわけでまず梅酒。あ、梅酒キャセロールに入れました。さあ、このキャセロールの中に肉を入れていきます。うわ、肉だ肉だ、肉を煮込め。わーい、肉を煮込め、肉を煮込め、怖い怖い怖い、煮込め煮込め。なんか怖くなった。強火で1分。はい、新じゃがね、皮が薄いから、はい、このままいってね、煮込んだ方が崩れないということで。ほう、ビタミン C がすごく豊富なんだ。はい、意外ですね。なんかそうなんですよ。だからジャガイモこの皮ごと煮込むと、はい、そのビタミン C が逃げなくていいということなんで、はい、いきましょう。いきましょうか。ちょうどビタミン C 欲してたんですよ。あ、はい、ほんと。ビタミン C、ビタミン C、ビタミン C ということですね。さあ、さらにここに水、はい、じゃあ塩麹小さじ2。この塩麹がない場合は塩小さじ1で、はい、ブーケガルニ。うわ、ブーケガルニ、ここで投入ですね。そう、梅の実。お、今日のポイントだね、梅の実。梅の実を入れるとどうなの。爽やかな感じになってね。爽やか。そう、いいですね。これ中弱火で煮込んでいきます。あ、いい感じだな。いい感じです、ね、あ、いい感じですね。いい感じ。うわ、さよなら一度。うわ、後でまた会いましょう。さあ、これで25分間煮込むと。25分、25分間、はい、もう25分間ピンネタをやってもらうわけだから。いや、勘弁してくださいよコンビでも4分が限界なのに一人で25分。そうそうそう、はい、ちょっとね、味を見てみましょう。うわー、いい感じだな。うわー、いい感じだな。うわ、なるほど。ちょっとだけ最終的に味をね、もうちょっと胡椒があったらいいかもしれない。混ぜたいけどこのままいく。さあ、もうちょっと、もうちょっとさあ、そろそろいいんじゃないでしょうか。うわ、というわけで、はい、完成。うわ、めちゃ
くちゃ美味しそうね、鶏肉と新じゃがのキャセロール、ね、梅の実が入っております。うわーかー、よし、乾杯。あー、お疲れ様です。さあ、乾杯。うん、美味しい。うまい。いいっすね、この梅酒はね。さあ、じゃあ早速どうぞ。あ、いただいてください。いただきます。はい。うわー、これもう、これはナイフはいりません。え、なぜなら一口でいかしていただくんで。いけんの？いや、もう全然。あ、結構大きい。嬉しそうだな、大きいことに。いただきます。はいはいはい。うん、おいしい。うわ、鶏肉すごい柔らかいですね。柔らかい。うわ、ね、この香りと、うん、あとやっぱちょっと梅の酸味もあって、うんうんうん、うわ、すごい美味しいです、うん、まろやかだし、うんね、幸せ。玉ねぎの甘みもね、すごいあるしね。あ、にまくね、美味しい、うん、そんなに嬉しそうに食べた人いなかったかもしれない。ありがたいよ。うん、うわ、新じゃがもこのビタミン C があるっていう。そう、美味しいですね。あ、じゃがいも甘くて柔らかいよ。じゃがいも柔らかい、うん、すごい、もう、うん、この新じゃがうまいね。すごい美味しいですよね。うん、なんかすごい柔らかい、うん、おいしい、うん、はい、もう新じゃが持ってきたのは僕なんで。それはもうそうなんだけど、はい、まあね、はい、でも君が作ったわけじゃないでしょ。あ、まあまあ、そうですね。だから新じゃが自体も、はい、二人の努力の。いや、まあ、努力何もしてないだろう。